今回の東京五輪の新種目混合団体が31日、柔道の最終日に行われ、日本は初戦となるドイツとの準々決勝で金メダリスト2人が相次いで敗れる波乱が起きた。日本は女子57キロ以下の選手として、一番初めに寝てきた52ケオ級金メネリストのやめ歌、二流一日体 57キロ級と階級で上回るテレザ、シュトールと対戦。全襟を持たせないテレザの作戦がはまり、技を出すことができない安倍は指導3つを取られて反則負けを喫した。続く男子73キロ以下で出場の73キロ級金メネリストの大野昌平、29日化成、画同級17位のイゴル、バントケと対戦。 下馬表では確証級と見られていたが、終了十数秒前に大落都市で技ありを奪われて敗れる大波乱となった。その後の4人が勝利して初戦突破となったが、まさに勝負ごとはやってみないとわからないと感じさせられる戦いだった。金メダリスト2人の敗戦にネット上もざわついた。 驚きと同時に大野も人間だったんだ。金メダリスト確定と言われたら誰でも固くなるなど、同情の声が多数。また、二人の連敗後に四連勝したことからチーム力を感じた持ちつもたれつ、山狩り金メダルいけるオールスター感半端ないなど、前向きなコメントも多かった。